アンドリュー・ステファン・マカッチェンは、アメリカ合衆国フロリダ州ポーク郡、フォートミード出身のプロ野球選手。外野手、ウトミギウチ。現在は、フリーエージェント。愛称は、カッチ。メディアによっては、アンドルー・マカチェンなどとも表記される。フロリダ州ポーク郡にある人口5000人ほどの小さな町フォートミードで生まれ育つ。聖職者の父ロレンズは、 カーソン・ニューマンカレッジ在学中にアメリカンフットボールで母、ペトリーナは高校時代に陸上のトラック競技とバレーボールでそれぞれ選手として活動していた。マカッチェンは自らの身体能力について貧瘍性は母から力強さは父から授かったと話している。子供の頃に憧れていた野球選手はケングリフィー・ジュニアだった。 地元のフォートミード高校に進学したマカッチェンは複数の競技で活躍する。陸上では100メートル10秒6という記録を残し、400メートルリレー走でチームのアンカーに。フットボールではワイドレシーバーとしてチームの主力となる。ただ2年生の時雨でぬかるんだフィールドで膝を痛めて手術に追い込まれ、それ以降は将来のことを考えて、 野球を最優先にした。その野球では2004年9月に台湾で開催された第21回トリプル a 世界野球選手権大会のアメリカ合衆国代表に選出された。5試合で15打数に安打の打率。133も5支球を選び出るイリーツ。350.6得点という成績を残す。高校の最終学年として迎えた2005年の シーズンには、チームが8勝14敗と負け越す中で打率。709.16本塁打、42打点を記録、MLB 球団スカウトの注目を集めた。フロリーダ大学への進学を決めたマカッチェンだが、6月の MLB ドラフトで一巡目指名を受けた場合には、そちらを優先させる意思を表明。その一巡目指名については、ニューヨークメッツや、 新シ,シナティレズも候補に挙げられていたが、ピッツバーグパイレーツは特に熱心に調査を続けていたという。2005年の MLB ドラフト全体11位で、パイレーツから指名を受けた。指名から1週間後の6月13日に、パイレーツと契約を結び、プロ入り。同年は、マイナーリーグのルーキー級、ガルフコーストリーグパイレーツと A マイナス級。 ウィリアムズ・ポート・クロスカッターズで、計58試合に出場、打率。310オプス、852.17、盗塁という成績で、プロ1年目を終えた。2006年は、A 級、ヒッコリー・クローダッズで114試合に出場し、打率。291.14本塁打、62打点、22盗塁。シーズン終盤には、 a 級リンチバーグヒルキャッツを飛び越して a a アルトゥーナカーブへ昇格した。1年があっという間に過ぎていった。a 級への昇格を目標にしていたから a a まで上がれたのは予想外だったと語る。マカッチェンはシーズン終了後、球団から参加マイナーリーグ最優秀選手として表彰された。2007年は a a アルトゥーナでシーズン開幕から15打席。 連続無安打と苦しみ、5月26日まで打率1割台が続くと打撃不振が続いたが、その後は持ち直し8月にはトリプル A 級インディアナポリスインディアンスへの昇格を果たす。この年は2クラス合計で135試合に出場して打率、265に終わったものの、ベースボールアメリカの有望株ランキングでは、 前年に引き続きパイレーツの1位となるなど、素質への高い評価は変わっていなかった。2008年は、トリプル A 級インディアナポリスで開幕を迎え、7月6日までに打率。282.8本塁打、33打点、24盗塁を記録。この結果、同月13日に開催される、マイナーリーグのオールスターフューチャーズゲームに選出される。 この年のフューチャーズゲームにおけるアメリカ合衆国選抜は8月に開催される北京五輪の同国代表候補で構成されていた。その一方でトリプル A 級での高成績からメジャー昇格も近いと見られており五輪前に昇格すれば五輪出場は不可となる。マカッチェンは理想を言えばまずは北京に行って金メダルを勝ち取りたい。 一生忘れられないような素晴らしい経験になるはずだからね。そしてその後にメジャーから声をかけてもらえれば最高と考えていた。だがフューチャーズゲーム後に発表された代表メンバーにマカッチェンは入らず、さらにこの年はメジャーへの昇格もなしで両方とも叶えられないままシーズン閉幕となった。パイレーツは7月下旬には ゼイビア・ネーディとジェイソン・ベイのレギュラー外野で二人をトレードで放出しており、それにもかかわらずマカッチェンのメジャー昇格がなかったのは、彼の年俸調停権及び FA 権の取得を遅らせることで、球団が一年でも安くかつ長く、彼を保有できるようにするためだ、とする見方が根強い。2009年のスプリングトレーニングでは、マカッチェンはオープン戦26試合に出場し打率。 318オプス984という成績を残したが、開幕直前の3月30日にトリプル A 級降格を言い渡され、開幕メジャー入りはならず、インディアナポリスでのシーズンも3年目に入った。1993年以降16年にわたって、シーズン負け越しが続くパイレーツにおいて、マカッチェンは、ペドロ・アルバレスや、ホセ・タバタと共に、 球団の将来を担う若手として期待を集めるようになっていた。6月3日にパイレーツが小中堅守のネート・マクラウスをアトランタ・ブレイブスへトレードで放出し、これと同時にマカッチェンがメジャーへ昇格。翌4日のメッツ戦に一番中堅守として先発出場してデビューすると初打席でペルフリーから中前打を放つなど4打数に安んだ3得点を あげた。そのままレギュラーに定着し、マクラウス放出に反発する一部ファンからやじられることもあったが、活躍を続けていく。6月25日のクリーブランド・インディアンス戦では、サヨナラアンダ8月1日のワシントン・ナショナルズ戦では1試合、3本塁打。メジャー1年目の最終的な成績は、108試合で、打率。286.12本塁打。 54打点、オプス、836.22盗塁となった。シーズン終了後、ナショナルリーグ新人王の投票では4位となり、また、ベースボールアメリカからは、最優秀新人に選出された。2010年は打順を、前年の1番から2番へ変更された。これには、一般的に9番を打つことが多い投手を8番へ、ずらし、9番に。 本職の野手を入れることで、マカッチェンに2番打者と3番打者の両方の役割を、担わせる狙いがあった。4月5日のシーズン開幕戦から同月25日まで、マカッチェンは18試合中17試合で2番、中堅として先発メンバーに名を連ねる。しかし、主に前を打っていたロニー・セデー・ニオと、岩村・アキノリが共に提出類率だったためマカッチェン。 の打力を生かすことができず、同初8番の打順は5月2日以降ほとんど使用されなくなり、マカッチェンの打順も2番から3番を経て、最終的に1番へ戻ることとなった。この年は154試合に出場した。2011年はシーズン開幕から不振に陥り、4月終了時点で打率219オプス747と低迷するが、5月以降は、 尻上がりに調子を上げる。6月8日のアリゾナダイヤモンドバックス戦では、延長12回にサヨナラ本塁打を放ち、チームにとって、同月以降では6年ぶりとなる勝率。500到達を手繰り寄せた。チームはその後も好調で1992年以来となる前半戦勝ち越し。またマカッチェンも、故障したライアン・ブラウンの代役としてではあるが、 オールスター初選出となった。2012年3月5日に2017年までの6年5100万ドルで契約延長を行った。シーズンではその期待に応えて序盤から好調で6月と7月には2ヶ月連続で月間 MVP に選ばれた。終盤までバスターポージーと首位打者争いを繰り広げ惜しくも無冠に終わったが打率本塁打。 打点、安打、得点、出塁率、超打率などで、自己ベストを更新した。シルバースラッガー賞とゴールドグラブ賞を、ダブル受賞し、MVP の投票では3位に入った。2013年、3年連続で、オールスターに選出された。打率、317.21本塁打、84打点、27盗塁を記録し、シーズン終了後にはな、 リーグの MVP を獲得した。2014年は、引き続き、オールスターに選出された。チームメイトのジョシュ・ハリソンと共に、シーズン終盤まで首位打者争いを演じ、最終的には3年連続打率。300超となる打率。314を記録。また、自己2位となる25本塁打、83打点に加え、リーグ最高となる、出塁率。 410を記録。二類打38本は2013年に引き続き、自己ベストタイとなる数字だった。2015年は、開幕前にトレードマークだった、ドレッドヘアーを切り、周囲を驚かせた。なお、切った髪の毛はチャリティーに出品した。4月までの成績が打率、194.2本類打と定調だったが、 翌月からは本来の打撃を取り戻し前半戦を打率295.12本塁打56打点の成績で折り返した5年連続で出場したオールスターゲームではクリス・アーチャーから本塁打を放ったシーズン終盤の失速が響き2012年から継続していた打率3割が途切れ盗塁数も昨年から さらに減少し、自己最小となる11個に止まったが、それでも157試合に出場して打率29。292.23本塁打、96打点を記録した。オフには、ロベルト・クレメンテ賞を受賞。ロベルト・クレメンテが所属していたのと同じパイレーツの選手が同賞を受賞するのは1974年のウィリー・スタージェル以来二人目。 2016年は攻守に制裁を書き、打率、256、オプス、766、6盗塁、143三振など多くの項目でメジャーに定着して、以来最低の成績に終わった。オフの12月5日に第4回ワールドベースボール、クラシックのアメリカ合衆国代表に選出された。ピッツバーグパイレーツ時代2017年は、 シーズン開幕前に選出されていた第4回 WBC に参加。3月22日の決勝をプエルトリコ戦に勝利し、初の優勝を果たした。シーズンでは5月まで打率が2割台前半を推移するなど苦しい出だしとなったが、6月は打率。411、6本塁打と大暴れして月間 MVP を獲得するなど復調した。 9月26日のボルチモアオリオールズ戦でキャリア初となる満塁本塁打を記録した。この年は156試合の出場で打率、279.28本塁打、88打点の成績を残した。サンフランシスコジャイアンツ時代2018年1月15日にカイルクリック、ブライアン・レイノルズとのトレードで金銭と共にサンフランシスコジャイアンツへ移籍した。 4月7日のロサンゼルスドジャース戦では6アンダーを記録、延長14回裏にサヨナラ本塁打の大活躍を見せた。5月12日、フルスパイレーツの本拠地 PNC パークでの試合では、電光掲示板にパイレーツ時代のハイライト映像が流れ、ファンからはスタンディングオベーションで迎えられた。ニューヨークヤンキース時代2018年8月31日に、 アビアタル・アベリーのフアン・デ・ポーラとのトレードで金銭と共にニューヨーク・ヤンキースへ移籍した。背番号は26になった。ヤンキースでは25試合に出場した。シーズンの最終成績は130試合の出場で打率255.20本塁打65打点だった。2018年12月11日に フィラデルフィアフィリーズと3年5000万ドルの契約を結んだ。2019年は主に先頭打者として出場していたが、6月3日のサンディエゴパドレス戦で、走塁時に足を負傷した。左膝全員十字靭体の断裂と診断され、残りのシーズンは絶望となった。それまでの成績は59試合の出場で、打率25レーン類だ。256.10本塁打。 二十九打点。二千二十一年オフの十一月三日にチームオプションを破棄され FA となった。キャリアの長い時間を過ごしたピッツバーグパイレーツの本拠地 PNC パークの記録を数多く持っている。出場試合、打席、打数、あんだ、マルチあんだ、単打、二塁打、三塁打、本塁打、サヨナラ本塁打、マルチ本塁打、打点、得点。 義比、子宮恋子宮三振を記録している。ジョシュ・ハリソンとの大記録としてサヨナラアンダもある。ドレッドヘアー時代のマカッチェンデビュー以来挑発のドレッドヘアーとヒゲがトレードマークだったが、2015年の開幕前にドレッドヘアーを切り、ヤンキース入団時に球団規定によりヒゲを剃った。フィリーズに移籍後は再びヒゲを伸ばしている。2013年に、 野球のテレビゲーム、MLB13、ザショーのパッケージに、ファン投票で選ばれ、翌年には2回起用されることはないという恒例を、破り、MLB14、ザショーのパッケージを再び飾った。ありがとうございます。